統計では何百人という観光客にインタビューしました。そして毎日のように朝の会や授業中に和歌山城のことを話し合いました。だから僕たちが和歌山城を愛する気持ちはどこの小学生にも負けない自信があります。これから僕たちの勉強したことを伝えたいので聞いてください。僕たちはたくさん調べ、たくさん話し合いました。最後には僕たち 4C ができることは何なのかを考え、まず自分たちでコツコツ和歌山城の良さを発信していくこと、そして和歌山市民の人に和歌山城の宝物を伝えていくことが大事という話になりました。また自分たちだけでできないことに関しては、ここで和歌山城をたくさん知っていらっしゃる市長さんにお願いして、私たちの夢を伝えて一緒に考えてもらえると嬉しいと思い、自分たちの思いをこの子ども専用書に書きました。今度旅は市長さんや和歌山市民の人に聞いてもらいたいこと、私たちが言いたいことをテーマに8つのグループに分けました。見てください。